ある競馬記者がシュガー君でダービーへ向かう武豊騎手への質問が話題になっているようです。それに対しての競馬民の反応を見てみましょう。武豊騎手、青馬賞はレベルが違う。誰よりもダービーの勝ち方を知る男の見解は、先週に武豊騎手を取材した際に青馬賞組の話題になった。84年の創設から40年、未だに本番のダービーを制した馬はいない。35度目の騎乗となる今年は、その青馬賞を勝ったシュガー君と共に出走する。勝っちゃいけないレースを勝っちゃったみたいとジョークを飛ばしたレジェンドへ僕は聞いた。今年は青馬賞組というジンクスに挑むことになりますよね。僕としては内心で前向きな答えを予想した質問だったのだが、その反応はちょっと意外なものだった。ジンクスかというと違う。普通に考えると皐月賞に出られたら出るけど出てないわけだから、青馬賞とはレベルが違う。そう、ニュアンスの違いを指摘された。ジンクスの意味は縁起の悪い物事だが、青馬賞組が勝てないというのは縁起ではなく明確な根拠があるということだろう。安直にジンクスという単語を使った自分を反省した。やはり王道たる皐月賞を戦ってきた馬たちの優位は認めざるを得ない。ただ歴代ダントツのダービー6勝を誇る名手は決して諦めているわけではない。体型も乗った感じも半径の北三ブラックとは違うけど、素質はすごくありそう。相手がものすごく強い中で楽しみはある。中略、日本が誇る55歳の第一人者は去り際にぽつりと言った。記録更新したいね。今年だけでなく還暦部位でさえ夢ではないのでは。ワクワクさせられる口ぶりだった。ジンクスではなく常識に立ち向かう挑戦から目が離せない。そんなん分かってて質問してんじゃねえの。でも際どい2着はあったよね。こんな当たり前のこと分かってないとか競馬素人か。どう見てもシュガー君は足りない。これはそう。もし馬主でも9馬がトースポ杯勝ちました、ホープフルステークス勝ちました、共同通信杯勝ちましたってなったら絶対に皐月賞目指すからね。ジンクスって京都新聞杯とかと比べたらって話じゃないのか。その通りですね。さすが武豊。シンボリクリス S が青馬賞で強い勝ち方したが、ダービー本番ではあっさり谷のギムレットに刺された。あれ見て理解したよ。青馬賞でなく皐月賞使ったらあっさりダービー勝てたしな。藤沢、距離と感覚のきつさもあるだろうな。あの時期の若駒に短い間隔で2400を2回走るのは負担じゃないわけがない。じゃあなんでシュガー君選んだの。将来性でしょ。今勝ちたいレースだけで馬選んでたら後々活躍する馬手放すことになるしね。前世紀の竹ならそれやっても戻ってきたけど、今それやったら間違いなく次は乗れないからね。創設以来一度も青馬賞組が勝てないんだから、もう明確にダメなんだろ。ジンクスとかいう次元じゃない。皐月賞は世代のトップレベルの馬が揃うレベルの高いレース、対して青馬賞は下手すら未勝利勝っただけ、1勝クラスなんかも失走してくるから。勝てないけど2着3着には来れるから。スミレステークスでさえ勝ってるのだがな。京都新聞杯も説明がつかん。白旗あげてて草。しかも勝ったら本番勝てない馬のトライアル。最近はいくらか関東馬も頑張ってはいるが、ダービーは関西馬が強いから関東のトライアルのレベルが低いってのもある。皐月賞組よりもレベル低い連中に少ない間隔で府中 2400m 連続で走らせるんだから勝てなくて当たり前。フェノーメノが青馬賞組のジンクス打ち破るはずだったのに、エビナの拒否力が勝ってしまった。あのダービー10回やったら9回はフェノーメノが勝つレース。青馬賞組が勝てないのはダービー勝つような馬はしっかり賞金積んで皐月賞に出ているはず。つまりダービー勝つような馬は青馬賞に出る必要がないってことでしょ。皐月賞はダービー最大のトライアル、この一言で終わる。ダービー勝つ馬は皐月賞にちゃんと間に合ってるから、青馬賞やダービートライアルを使ってるような馬は早熟性が足りない。関西馬はダービーに絞ったローテってのもありうるけど、関東馬は青馬賞に回る時点で出遅れてるからな。京都新聞杯だって皐月賞に行けなかった馬が出るんじゃないの。その割に青馬プリンシバルと違って結構来てるよね。府中経験ない馬ですらダービー勝てた馬いるのに、ダービートライアルからダービーバレーと打ってえぐいよな。重賞格上げ後の青馬賞1着からのダービー2着は複数頭いるけど、確か全て関東馬だよね。関西馬は2017年のアドミラブルの3着が最高着順。それも一番人気に押されての結果。アドミラブルのダービー3着は呪われてるとしか思えなかったな。青馬賞組というだけで運がスポイルされてる。身体の出来上がってない3歳春に2400を2000はやっぱりきついんじゃないの。青馬で強そうな勝ち方してもダービー本番だとしょぼいの多いし。
同じ理屈で低レベル勝つより本番に感覚が近い京都新聞杯からは勝ち馬が複数出てるからジンクス言われるんやろ。サツキ賞ミッシソー組がダービーを勝ちたいなら青馬賞は出たら負けのレース。ワンチャンあるのは京都新聞杯の方。関東馬は青馬で関西馬は京都新聞を行ってるんでしょ。で、成功到底だから京都新聞から勝ち馬は出ても、青馬からは勝ち馬出てないって話じゃないの。最近は成功到底も薄れてきてるけども。京都新聞杯だって関西馬がたまに勝つだけだからな。基本はサツキ賞組。アドミラブル、フェノーメノ、ジェンノロブロイ。この3頭は展開が向かなかったり騎手がミスったりで勝てるレースを落としたっていう印象。青馬賞に強い馬出てるのにな。ボリクリ、ロブロイ、それでも勝てない。そもそも青馬賞はダービートライアルだが、ダービーを勝つためのレースじゃない。勝馬が後々化けるか化けないかのレース。サツキ賞に出るってことはそれまでに賞金積んで出走権得て文字通りクラシック1巻目取りに来てるようなのが集まってやるわけだからな。ロジャーバローズは京都新聞杯2着からダービー1着だろ。サツキ賞のレベルとか超えてんじゃねえ。マクロの話をしてる人間に対してミクロの事例で噛みつくやつって頭悪いなって思うわ。歴代ダービー勝ち馬の中でも上位の実力の馬と青馬賞止まりの馬の力量差が如実に出たのがハイアーゲームと金亀だわな。今年のダービー最有力のミラノは歴代ダービー馬と比べても真ん中より上には間違いなくいそうだし、シュガー君が割って入れるかというと無理だろうな。今年もやはりダービーの壁は厚いで終わるだろうよ。2着は何頭かいるし別路線組は勝ったりしてるし、やっぱジンクスだろ。青馬賞は今より1週早めて2回東京開幕週フローラステークスの週に持ってくれば本番の結果も少しは変わると思うんだけどね。青馬賞に限った話でもないけどなぜ JRA はトライアルの日程をいじるのを嫌がるのだろうか。去年のスキルビングがゴールまで故障せずに走れてたらどうなってたか。去年の勝ち馬は勝てないどころかあの世に行ってしまったからな。しかしスキルビング故障でルメががっくりうなだれてるのからもう1年経ったんだな。早いなぁ。スキルビングが心不全を起こさなきゃどうだったかな。その後のダービー上位組がハリボテすぎたから勝っててもおかしくなかったか。青馬賞史上最強馬のアドミラブルでも勝てなかったから、それから何枚も落ちるシュガー君じゃ無理だよ。サツキ賞すら出れない関東馬。そら歴史的に弱いに決まってるだろ青馬賞組は。その通りやけど青馬賞勝ち馬に乗る年にそれを言っていいんか。運のない馬はダービー勝てないんだよ。青馬賞組は呪われてる。サツキ賞組と対等にやれる馬はこれまでも何頭もいた。京都新聞杯組よりダービーでは馬券には絡んでる。でも勝てない青馬賞組。ベルーサでも勝てなかったから青馬賞からは無理だよ。まあ今年の青馬賞馬は期待できそうにないな。来ないと頭で理解しても買うのは応援馬券のシュガー君副賞一択なんだ。短い間隔で府中2400を走るのが馬に負担なんだろ。東京開幕週に青馬賞やれば勝ち馬も出ると思う。もしくは2000に短縮するか。青馬賞はサツキの週の土曜日に組み込んでもらいたい。青馬賞とか重賞ウィナーがいない1勝馬と2勝馬の集まりのゴミメンツだからな。毎日杯や京都新聞杯よりもレベルが低いんだからダービーで勝てるわけがない。サツキの方がレベルが高いから、青馬の疲れが取れにくいから、この2点でほとんど説明がつく。あとは巡り合わせ。走る前から負けること考えるバカいるかよ。どちらにしてもシュガー君じゃない無理。バリアシオンの時は本馬馬同士の巡り合わせの妙は残酷やなと。近いレースでサツキ賞と NHK マイルがあるんだから、青馬賞を選んでる時点で能力が足りてないんだろ。稀に能力は高いが賞金不足の馬もいるけど、それでもダービーの頃はまだ未完成なんだよな。青馬賞で格の違い見せつけて余裕残して楽勝するような馬じゃないとダービーで勝ち負けはきついのは歴史が証明してる。ボリクリ、ロブロイ、ハイアーゲーム、ベルーサ、フェノーメのあたりは、ダービーで勝負になりそうな楽な勝ち方だった。通用する馬はいたけどな。ただなぜか勝てないのが青馬賞組。だからジンクスと言われてしまう。竹が青馬賞で勝った馬はノリ代わりでもダービーで2着。シンボリクリス S アドマイアメイン。ノリ変わらないから佐藤くん1着かも。これは周りを油断させる作戦だな。まんまと逃げ切りを狙うつもりだろう。シュガーくんは来年一番強くなってそう。この馬も北さんと同じくデビュー遅れてなんとかダービーに間に合ったレベル。成長と将来性に期待している段階でしょう。シュガーくんはダービー出走させるまでがゴール。シュガー君は血統的に優れてるから、ダービーに出したいと言っていたこと、成長力があれば先を期待したいという2点なんだよ。ダービー勝ち負けは初めから期待してない。シュガー君は喫下で2着か4着ぐらいの馬だろう。何にせよこれから青馬は狙ってたダービーは参加賞。シュガー君が逃げた時点でつまらんレースになるのが確定だからな。誰も競りに行かないだろ。京都新聞杯から勝つのもいるんだからそのうち勝ちそうだけどな。京都新聞杯は青馬賞よりさらにクソゴミメンバーの印象しかないんだけどな。
京都新聞杯やスミレステークスからの直行でさえダービー勝ってるんだから青馬賞はジンクスという方がしっくりくる。歴代で強い馬は多いしダービーで好走した馬も多数いるしな。青馬賞とかユリカモメ賞のワンランク上のレースみたいなものだからな。ダービーで通用するわけがない。怪我などの事情があって皐月賞に間に合わなかった馬と、皐月賞では出走権を取れなかった馬の混成レースなわけだけど、昔はよくこんなレースから3頭も優先出走させてたな。もう優先権いらんやろ。